てる。こんにちは、今回は中国サーバーでのスキンに対する修正を眺めるって感じの動画。動画を出すタイミングを完全に見失ってて、今出すというね。ということで、ざっくり見ていきます。こちら原神の最初の頃の PV です。胸元というか谷間がわかりますよね。これ、横向いてる時は谷間がわかるけど、正面向くと谷間がわからなくなるって話を聞きました。横向いてる時は十分、谷間がわかる気がしますね。ソースは概要欄に貼ってるので、各自チェックしてください。それでは、スキン変更予定の4キャラ見ていきましょう。で、ジンさんですが、胸の上の部分の肌の露出が減りましたね。他は、パッと見わからないですね。一応、左から現行、オルタ、中国サバという感じになっています。続いてモナですが、ストッキングの部分が伸びていますね。なお、オルタコスチュームでは、肌の露出が増える模様。ロサリアさんですが、足が丹野くんだったんですけど、網目が消えましたね。アンバーですが、パッと見変更点はなさそうですが、真上から胸元を覗くと谷間が見えなくなったらしい。らしいです。最後に、風の翼使用時に、キャラクターが透けるようになりました。ケツ丸出しだった、神里も完全防御ですね。といった具合です。今回はざっくり変更点見ていきました。ご視聴ありがとうございました。